ところいつも通りです。捜索隊がここで機械を倒したみたいだ。壊れた橋だ。機械を倒さないと調べられそうにないな。ブレイザーをオーバーライドできるな。どいつにする。
ポーチは無理でもカバンには入る。足跡だらけだ。捜索タイムだろう。ここでカラエの楽器が見つかったと言っていたな。捜索隊はカラエの遺体が川に流されたと判断したのか。あそこから落ちればあの木に引っかかったはず。カラエは落ちたんじゃない。岬を調べてみよう。何か見落としているかも。石のアーチを通ったのか。きっと岬に続いてるんだろう。壊れてる。他にも道があるはず。カラエと捜索隊は崖を登っていったのか。防具をいい色に染められそうだ。ウタルの参道か。ここから発見の儀式が始まったんだね。道に残骸が。橋の一部みたいだな。ずいぶん前に嵐か何かでここに落ちたのか。
どの道も崩れている。カライはここを登っていったんだろう。こんなところ登れるなんていい腕をしてるな。落ちたなんてありえない。ここが岬か。カライはあの岩の台で何かしていたのか。調べてみよう。花だ。染料にしたのか。これも儀式の一部なんだろうな。少し調べよう。フォーカスで何かわかるかも。これは儀式の一部だとブリーが言っていたな。印はどれもかなり古いな。カライは印を残していない。もう少し辺りを歩いて何があったか調べよう。花びらに何かの痕跡が残っているな。カライがつけていた染料か。痕跡が残っている。捜索隊には見えなくてもフォーカスでなら後をたどれる。歌の平原だ。ウタルの始まりの場所。燃料の痕跡だ。崖から離れていってる。痕跡が途絶えた。折れた枝だらけだ。詳しく調べてみよう。枝は最近折れたみたいだな。誰かが揉み合った。こっちには引きずられた跡。茂みの中に続いてる。フォーカスで辿ってみよう。遺体が二つ。片方はカラエだが、もう一人は。カラエ。この首の跡、殺されたのか。ブリーに種入れを持って帰ってやろう。犯人はカライを崖から突き落とそうとしたのか。だから川のそばで楽器が見つかったんだ。カライに抵抗され、犯人は首を絞めてここに引きずってきた。
づいてないのか。仲間を連れてきた。厄介だな。よし、犯人の種入れを回収しよう。身元が分かるかも。フェーンとケルならこれが誰の種入れかわかるかもしれないな。タルの先祖はここから山を降りたんだろうな。崩れずに残った道は少なそうだな。少しだけ楽しもう。カラエの死は嘆かわしいことだが、そろそろ前を向き進まなくては。嫌だ、アーロイの帰りを待ちます。
払えのだ。見つけたのか。カライは川に落ちてない。殺されたんだ。え、岬に行ってきた。カライともう一人犯人の死体を見つけた。ザレモト、あそこは調べ尽くしたが何も出てこなかった。死体は別の場所にあった。捜索場所から離れたところに。そこでストーカーに襲われた。カライの死体を隠そうとしていたんだろう。一体誰が。犯人の種入れだ。お前なら何かわかるか。ケルの弟子ライナのものだ。なぜ彼女がカライを狙うのだ。ケルに聞いたらどうだ。だが、そこのお前、ケルはどこだ。1時間ほど前、東門から出て行きました。夏のそよぎへ帰ったのか。逃げたのですか。真理も受けずに。追いかけてみる。どこに行けばいい。南方にある廃れた集落に向かえ。ケルの故郷なのだ。護衛を連れて後を追おう。夏の背泳ぎか。ケルはどこだ。石膏から砂漠の一派の新しい司令が問題に直面していると報告があった。まあ特段珍しいことではないんだ。情報どうも。ネスタの槍に行ってドラッグから話を聞いてみるか。ケルだ。来ました。何を持っている。いるのでしょう。崖に向かった時からこうなることは予見していました。よくも妻を殺された男に向かって諦めろなどとむごいことを言えたな。できるなら殺したくなどなかった。ならなぜ。カライは不安の種をまいたのです。民に豚の平原を捨てろと言ったのですよ。故郷を捨てろと。そのような考えは破滅をもたらすどの病や機械よりも恐ろしいもの。だから殺したのか。万物には自然の摂理がある。成長、衰退、そして死。世の断りなのです。火は自ら根を抜けぬもの。私は脅威を取り払ったまで。ですがもう過ぎたこと。みんなを苦しめた分の報いを受けさせてやる。もう遅い。
カライの理念を広めまいとしたのだろうが、お前がしたことを知れば皆古いしきたりから離れてく。いいえ、あの世から見守っているがいいさ。ダメだ、そいつを真理の場に裁きを下すんだ。カライを殺せば理念も断ち消えると思ったんだろう。意志を引き継げ、それが彼女のためだ。少ないが、これを受け取ってくれ。ありがとう。あんたのおかげでカライに何が起きたのか知ることができた。歯は枯れ落ちた。三人もの民が死んだ。理不尽にも。はじめこそお主を疎んじていた。だが礼を言わねばなるまいな。我が民に救った腐れをお主が暴いたのだ。本当に残念だ。腐った根は削がれた。新たな根は出る。